い、アンフィグループの吉田です。今日はケアブリーチとオレオルカラー、まあ、ジュエリーシステムのシリーズの中でカラーの技術になりますね。今日ちょっとビフォーアフターしかないんですけど、もともと入れ木が全体にブリーチを1回で、毛先の方に2回か3回ブリーチをしてて、で矯正もしてるんですよね。1年ぐらい通ってきてくださってる方なんで、まあビフォーもねそんなにパサつきとかは出ないんですけど、基本的に縮毛矯正もそうなんですけど、ブリーチも髪の毛のダメージっていう部分で言うとダメージがある技術なんですよ。でやり方次第によってはどうしても切れ毛が起きたりとか、ビビリ毛とか枝毛、パサつきっていうのがすごい出てしまう技術にはなるんですけど、やり方の発想だったり、やり方を変えるだけでダメージはあったとしても、ホームケア、まあご自宅でやるようなシャンプー、トリートメント、ヘアオイル、乾かす前につけるとか、ブラッシングするとか、まあそういう一般的な労力のいらないホームケアをするだけでまとまる髪をキープし続けられるっていうメニューになります。 JD システムに関してはもうそこに特化してるメニューになるので、基本的にブリーチをするにしても目指すところっていうのは、まあブリーチをする前の状態よりも綺麗になるブリーチっていうところを目指して作っています。まあ 100% ではないので、そこまで断言するっていうことはできないですけど、まあ8割9割の方は基本的にブリーチ1回であればかなりツヤのある状態のハイトーンっていうのはできるようになってます。そういう方の今日はケアブリーチとオレオレカラーをやっていきます。ではまずビフォーからどうぞ。履歴としては5ヶ月から半年前ぐらいに縮毛矯正をしているので、ちょっと根元は伸びていて、ブリーチ前頭はその前なので、まあ1年前ぐらいにしています。で毛先の方に関しては縮毛矯正をする前にやっているので、まあ2回から3回のブリーチが毛先にあります。一応今日前頭ブリーチを1回して、その後に暗めのカラーで、まあカラーチェンジですね。前回は赤み系で入れたので、今回はちょっと寒色系にシフトチェンジして最初濃いめに入れていきます。でまあ色素を抜くためにちょっと今回全体のブリーチをするので、明るさっていうのはそんなに変えないでやっていきます。ブリーチの場合のレシピなんですけど、基本的にブリーチに対してカラー剤のクリア剤を 10% プラスジュエリーシステムティアラのジェルを 15% から20% ぐらい、ちょっと髪の毛のその切れ毛度合いとかそういうのを見ながら範囲でやっていきます。で今回の方に関してはもう結構継続的にジュエリーシステムしているので、だいたい 15% ぐらいでジェルの方は設定しています。はい、アフターですね。もうスタイルチェンジして、で毛先の方はちょっと今回カットしてるので短くなってるんですけど、こういうスタイルにする場合、まあ、カラーの場合もジュエリーシステムティアラのジェルを 15% 入れています。基本的にメニューとしてはオレオルカラーと、あとケアブリーチ、そしてジュエリーシステムのトリートメントっていう形になるので、ジュエリーシステムのトリートメントはケアブリーチをする前の前処理から始まって、でケアブリーチをして中間処理をしてからオレオルカラーで後処理っていう形の順番になりますね。で、まあジュエリーシステムのサロン用のものに関しては基本的にちょっとね公の場では行ってなくて、興味がある方は鍵付きのネットショップとかで販売しているので、そちらに DM とかで問い合わせいただければ、そちらでテキストでしっかり説明はさせていただきます。はい、今日もご視聴ありがとうございました。